マツダ767は、1988年ルマン24時間レース、及び全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、参戦用にマツダスピードが開発した、プロトタイプレーシングカー。マツダの4ローターエンジン RE13J を搭載。シャシーデザインは、前作マツダ757同様、ナイジェルストラウド。1989年ルマン24時間レース。 および全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権参戦用のマシンはマイナーチェンジ版のマツダ767バイト。マツダ767バイトの運転室2007年7月、兵庫県セントラルサーキット4ローターエンジン自体は前年の1987年 JSPC 最終戦富士 500km でマツダ757の ホイールベースを延長した 757E に搭載されてデビューしている。767は4ローター専用モデルとして製作された。当初は C1 規定に合わせることも考慮されたが、結局マツダ757同様、規則上最低車重が有利になるインチサ、GTP 規定を選択した。4ローターエンジンを搭載して、 マツダ757のモノコックのリアバルクヘッドにエンジンが食い込むレイアウトでホイールベースの延長を 20mm に抑えた。また4ローターエンジンによる出力向上に対応するためにロングノーズ、ショートテールのデザインを採用してダウンホースの量を増やした。ノーズはマツダ757より約 100mm 長くなった。リアセクションは フロントダウンホースのセッティングに自由度を持たすために、リアウィングを車体に直接固定せずに、ステーを介して固定する方法に変更した。その結果、最高速度を重視するルマン24時間レースでは、ボディカウルの上面より低い位置にリアウィングを設置することにより、空気抵抗を減らして出走することが可能となった。4ローターエンジンの形式は、1987年に、 マツダ 757E に搭載したものが 13J、1988年が 13J 改め、1989年が 13J 開会と呼ばれている。デビュー戦は1988年 JSPC 第2戦、鈴鹿 500km。4ローター発となるルマン24時間レースでは、国産車最速のペースで周回を重ねたが、 翌朝エグゾーストパイプ等のトラブルで、アンダーパネルを外さなければならない長時間のピットインを強いられ2年連続1桁入賞は、ならなかったものの、2台とも完走した。JSPC 第4戦、富士500マイルでは4位に入賞するも、4ローターを採用したこの年は、前年の3ローター車、松田757のような安定感にかけ、リタイアも多くなる。 ルマン24時間レースのテストも兼ね、インスサ開幕戦、デートナ24時間レースにも参戦し5位に入賞する。マツダスピードのインスサ GTP 車が、インスサに参戦したのはこのレースが唯一である。JSPC 開幕戦、富士 500km から、エボリューションモデル、マツダ767バイトが投入される。大きな変更点は、 前年のルマン24時間レースで課題になった整備性を重視し、リア廃棄からサイド廃棄に改められたこと。ルマン24時間レースでは7、9、12位で3車とも完走。日本車、日本人の過去最高位体、日本車の過去最大周回数となる368周を達成する。帰国後の JSPC では特に目立った成績を上げることはなかった。 マツダスピードはカーボンモノコックのニューマシン、マツダ787を投入することとなるが、マシンの完成が遅れ JSPC の初戦は767バイトを使用。この年はマツダ767バイトはマツダ787のバックアップマシンとして使用。またシズオカマツダの生末レーシングに放出して JSPC に参戦した。 このレースで片山吉美が引退。片山は当初松田787で予選を通過したが、マシンが片山のドライブ前にリタイアしたので、レース途中で松田767バイトに乗り換え、引退レースを6位で完走した。松田王と山梨と共同でレース活動を実施していた赤池レーシングにもマシンを放出して、RE の代わりに 3500cc の フォード DFR を搭載して JSPC の後半戦に参戦。セ末レーシングは昨年度から同一マシンで継続参戦。767と767バイトは各3台製作された。1台がマズダによって保存されるほか、787バイトのレプリカモデルになった車両もある。ありがとうございます。